千葉県出身22歳の佐々木久美です。趣味はネットショッピングです。皆さんに私の素を知ってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。サメの映像見るのがすごい好き。サメの映像、サメの、ね、どういう映像、 DVD とかで見るの？いや違います。な、何で見るの？ネットです。あ、ネットでね。ネットでね。サメが好きなの？サメ好きです。何のサメが一番好きなの？ホウジロザメ。あ、結構一番凶暴なやつじゃなかったっけ？ホウジロザメって。サメのモノマネとかもできるの？ちょっとやってみてもらって。なんかホウジロザメは、うん、あ、どういう感じなの？結構 人を食べるとか、肉食じゃないですか。ウイザメだ。だけど泳いでる時すっごい間抜けな顔してるんですよ。どんな顔してんの、ホウジロザメ泳いでる時は？って感じです。食べる時は人のことをどういう顔してるの？いや、そんな顔そんな可愛く食べてこない。私野球が大好きで、読売ジャイアンツのファンなんですけど、うんうん、その応援歌を大声で歌います。さあ、ではどの選手の応援歌いきましょうか。はい、元読売ジャイアンツの矢野健二選手の応援歌を歌います。元、はい。うん、矢野選手が好きなんだ。じゃあお願いします。矢野どう、自分でやってみて、出したい量の声は出せた？ちょっと歌だったので、うん、もうちょっと いけるなっていう気持ちはあります。あ、じゃあ普通にさ、矢野健二さん、うんうん、矢野健二って叫んだ方がでかい声出せる、はい、リズムが、そうね、メロディーじゃなくて、じゃあちょっと矢野健二って叫んでみて、はい、いきます。はい、矢野健二！うるせえな。兵庫県出身18歳佐々木美玲です。最近ハマっていることは韓国料理を食べることです。番組ではなかなか自分を出せないので、自分を出せるように頑張ります。アンパン食パンミーパンだから、アンパン食パンミーパン、キャッチフレーズがね、はいはいはい、でね、うん、美味しいクッキーを作って配るっていうの趣味が好きなんだ、作るのが、はい、そうね、うん、そういうのがまあ好きでやってまして、いい、ね、前世がね、うん、豚。いや、それ前世やめろって言っただろ。誰だアンケートに入れたの、前世のな。乗ってんのしょうがないじゃん、前世が豚なんだもん。はいはい。で、うん、最近ね、ハイヒール買いました。あ、はい、ハイヒール、はい、初めてよ。そうなんだ、人生で初めて。なんだよ、最近ハイヒール買いましたよ。いかがですか、若林さん。この時間なんだよ。とてつもない高音を出せます。今日は佐々木コンビはしょうがねえな。大声と高音でね、佐々木コンビだ、はい。じゃあこちらに来てもらってもいいですか。え、はい、近くに春日が立つんだ。私はこうやって待ってるんでね。どうなる。はいはい、行きます、はい。うるせえ。うるせえ。確かとてつもないよ。すげえ。神奈川県出身19歳の高本彩香です。趣味は魚をさばく動画を見ることです。すぐ泣いちゃうところがあるので、これから泣かないように頑張ります。あだ名がね、うん、竹本えなのよ。何だか、いやいや、腰覚えづらかったわ。俺らの時代と違うな、なんかあだ名が。竹本とか、なんで高本じゃん。ねえ、なんか、うん、名字で呼ばれたくて、うん、高本って呼んでってなって、竹本って呼んでってなって、それがうまく伝わらなくて、うん、メンバーからは竹本とか。たけちゃんって呼ばれます。たけちゃんになっちゃった。たけちゃんも。たけちゃん。たけしさんじゃん。何行きましょう、うん、メンバーの匂い当てです。匂、うん、い当て、匂い当て、この辺の匂いを変えたら分かります。はい、じゃあ行きますよ。1人目、
おお、はい、じゃあ書いてください。はい、あ、イエス斉藤京子。おお、すげえ。はい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 。はい、どうぞ。大丈夫か。結構強かったぞ今。勢いない。でどっちかが行ってあって来た。な、はい。はい。東村舞です。うわ。すごい。はいはいはい。はい、座りましたよ。はい、うん。ん？どこ？いるよ目の前。うん、影山優香、新潟県出身22歳の井口真央です。最近ハマっていることは飴を舐めることです。ひらがな推しでは最年長なので大人の魅力を出していきたいです。お願いします。バウって呼ばれてね。あ、一部からです。あ、一部から、一部メンバーからです。あ、全員なら誰が呼んでるの、バウって。はい、あ、2人、2人。まあ、そんなバウちゃんはですね、うん、新潟出身でね、はいはい、音痴なのよ。あ、そうなの。うん、音痴でね、うん、好きな食べ物がスイカとアイスね。変わりました。アイス好きです。変わったの。はい、ちょっと、まあ、最新のくれよ、最新のやつ。最新は、うん、でも最近もアイスは好きなんですけど、もうスイカは今は好きじゃありません。また夏に好きになるかもしれないんですけど、今はスイカはもう、ね、もう全然夏しか食べてません。なるほど。そんなみんなそうだよ。そう、大体。何行きましょう。うん、アナウンサーの原稿読みを特技にしたいなって考えていて、まだ特技ではないんですけど、うん、これから特技にしていきたいです。なるほど、練習中ってことだね。練習中ですね。この原稿ちなみに初めて見るんで、はい、今ね、見たことないやつをもう今初めて見て読めるかどうかっていうね、はい、ところで参りましょうか。大丈夫。あ、大丈夫です。いけますね。頑張ります。よし、行こう、うん、ではお願いします。こんばんは、ひらがなニュースの時間です。今月9日、老若男女に人気のオードリー春日さんがマサチューセッツ州のトリニーダとトバコ総合病院で上腕三頭筋の摘出手術を行いました。残念。え、だって難しいです。あ、全然いいよ。半分も言ってない。手術後、春日さんはあ、もう終わりなんですよ。